司法省司法省は1871年から1948年まで設置されていた日本の行政官庁。主に刑務所の管理や司法行政などを行っていた。大日本帝国憲法においては建前上は三権分立の原則が謳われていたが、実際には行政機関である司法省が裁判所規則の制定権、判事を含めた 裁判所職員の人事権を行使するための司法行政、弁護士及び弁護士会の監督権などを掌握していた。このため、具体的に司法省の中枢部に所属していた検事たちが日本国内のすべての判事の人事権を掌握する形となり、身分的には検事が判事の会の位置づけにあっても実際には行政が 司法に対して自由に干渉を行うことが可能となっており、実際にも司法大臣による訓示などの形で、判事たちへの干渉が公然と行われるなど、三権分立は有名無実のものであった。しかし、第二本帝国憲法下における判事は終身官とされており、仮に人事の面で司法省から不当な扱いを受けることはあっても、 判事の身分自体は生涯保障されていたため、10年ごとに最高裁判所事務総局からの再任拒否による、質感の危険にさらされる、現在の日本国憲法下の裁判官よりも、個々の判事の独立は保障されていたとする見方もある。日本国憲法及び裁判所法の施行により、司法省が有していた裁判所に対する司法行政権は最高裁判所に移管された。 司法省は、日本国憲法施行後もしばらく存続していたが、法務省の設置に伴い1948年2月に廃止された。しかし、最高裁の発足と同時に、司法省の官僚たちの多くは最高裁判所、事務総局へ移籍し、今度は最高裁判所の内部から、すべての裁判所と裁判官を支配、統制する形になった。 一方、司法省官僚たちの中でも最高裁判所事務総局へ移籍せずに残った組は、司法省の後継組織である法務省を設立し、こちらは日本国内のすべての検察庁と検察官を統制し続けている。また、最高裁判所事務総局と法務省は、司法省の廃止後も、判権交流と呼ばれる人事交流を行うなど、 現在に至るまで互いに関係を維持し続けている。なお、弁護士会は戦後、日本国憲法のもとにおける新たな弁護士法の施行に基づいて、日本弁護士連合会を設立し、司法省からの独立を果たすことができた。諸外国にも法務行政を行う行政組織が多数存在する。これの役語には、司法省を当てることが多いが、法務省とする場合もある。 日本の司法省及び法務省の英名は、両者とも、ミニストリー・オブ・ジャスティスとされている。外国の場合、中国、台湾以外は、漢字表記しているわけではなく、日本語訳の問題であり、外国の司法省は、法務省と同等であるという言い方は、意味をなさない。これは、大蔵省と財務省、防衛省と国防省の場合も同様である。初代司法教は、江藤新平。 内閣制度のもとにおける初代司法大臣は山田明義。詳細は法務大臣を参照詳細は事務時間等の一覧法務事務時間を参照1893年12月。司法省は判事検事登用試験規則第5条第1号に基づき判事検事登用試験受験資格を関西法律学校、日本法律学校、東京法学院、 ドイツ学協会学校、東京専門学校、明治法律学校、慶応義塾、専修学校、和仏法律学校の旧校の私立法律学校卒業生に与えた。この私立法律学校を司法省指定学校と呼ぶ。省庁組織編戦図、国会公文書館デジタルアーカイブ、司法省の人事課長から最高裁判所事務総局の初代人事局長になり、 後に最高裁判所長官になった医師、田和ワなどがその代表である。2012年法務省が刑事裁判の部門における判件交流を廃止したと発表された。しかし民事裁判の部門における判件交流については規模を縮小するものの引き続き存続される方針であるという。弁護士試験においては学歴は受験資格になかった。 なお、直接の後ろ身ではないが、ドイツ学協会学校を源流と位置づける、大学として、独協大学がある明治26年12月14日、司法省告示第91号、裁判所構成法第65条、第2項高梨校の、五大法律学校物語地方学セミナー、ナンバー240、1975年。ありがとうございます。